さあ、やっていきましょう。今回やっていくのはこちら、アクターのスプリング。春の方のスプリングじゃないね。バネの方のスプリングですね。うぅ、眠たい。今2時半です。眠たい。まあ、まずあらすじから読んでいきましょうか。あらすじ。笑ってるのか泣いてるのかさっぱりわからないが、バランス感覚も抜群な脅威の無表情キャラクター、テクノ中央公園の上空を見上げると、そこには荷物を運ぶ飛行機が。その中に大好物のリンゴを発見したクターは、ホッピングに乗り、いざ空へ。上から落ちてくるものにうまく乗って、どんどん上空を目指そう。クターが下に落ちてしまうとゲームオーバーだ。物事に動きが違うので注意するべし。ということらしいですね。はあ。はあ。とにかく、上を目指せってやつだ。ホッピングマシンで。で、ランキング見ると、こんな感じです。49位にアザラシさんの名前がありますね。1位はね、セシル。2位はしんのすけ。3位、猫にゃ。なんかこの辺はなんか不動のラインナップって感じですけど、セシルがズバ抜けてるな。1619。もうこの辺1200超えたあたりからもうウィニングランなのに、全然ウィニングランなのに、足を止める気がないという感じの 突っ走ってる。セシルは時々名前見るな。猫にゃんさんもだけど。村上亮太。前回1位だった。前回ダルマ落として1位だった村上亮太の名前はこの中にはない。力尽きたと見える。さあやっていこうか。さっきね、やったんですよ。やって、2、3回チャレンジして。っていう感じ。あ、しまった。ちょっと飛ばした最初のアニメ。みんな見たかったね、最初のアニメ。これね、結構難しいです。そんなに難しくないけど、頭使う。この跳ねる量が、押し込んでるボタンの長さで決まるんですけど、なんかどれくらい、マックスでどれくらい跳ねるのか、そういう感じがわかんない。どれくらい跳ねるかわかんない中で跳ねてる感じ。あんまりもたこたし、あんまりちょっとこの、もう、難しいなぁ。難しいな。高さがわからないの。どれぐらい飛ぶのかが。どんどん乗ってるものは下がってくるから、高さがすごいわからんです。どれぐらい飛ぶかの高さが。てててねてね。ててねてね。ててててね。結構しっかり押しても、あんまり押さなくても、飛ぶ高さは、これもう間違いだ。大失敗。あ、いいよ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 。傘は難しいだろう。いけ、上を目指せ。ほいっぽ、ほいっぽ、ほっぽ、ほっぽ。いける、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 いける。これで、ここに飛び乗る。ここ、うわ、うわ、難しい。うわ、難しい。のきゃー！これラストチャンスにしようか。ラチが開かねえ。あ、こういうアニメーションが慣れたんです。リンゴが、これガウ教習空母っぽいよね。ガウっぽい。リンゴリンゴ。クタリンゴ大好き。クタリンゴ大好き。いくぞ。あ、黄色のやつあるじゃん。メインヒロインじゃねえやつじゃん。脇役の女の子クターじゃん。クターって名前じゃなかったかもしれない。シェリーかな？シェリーはピンクのやつか。黄色いやつの名前わからんわ。あれ、リンゴがある。何このリンゴ。なんこれ。なんこれ。おう。あんな要素が、あれは何？あいつは取れるの？取れないの？取れないんだね。取れないんなら先に言っといてくれ。言っといてくれよ。あれが取れないってことは先に言っといてくれ。上の方に行ったらどうなるの？どんな世界が見えるの？これ上がっていくと。どんな世界が見えるの？やっていこう。もう一回だけやらせてくれ。この世界にもうあと一回だけ居座らせてくれ。いろいろ謎が多いよ、このゲーム。リンゴ乗って、ワープするなんて知らなかった。加速するなんて。先のプレイでは分からなかった。そして雲の上走ってるやつもいなかった。ツッコミが追いつかないよってほどじゃないんだけど、地味なこうツッコミポイントを用意してきやがる。だからクターっていいんだな。だからクターっていいんです。
早め早めで上の方に行った方がいいね。早め早めに。早め早め。てれてててててれてててててててれてれてて。左行きたいね。左。よしよし。これは悪くないよ。これ非常に悪くない。まだ傘いける。まだ傘いける。傘の次のステージ見たい。あ、よくない。これはよくない。これはよくない。まだある。まだ残れる。まだ残れる。残っとるよ。いい感じに残っとる。傘めっちゃ動く。あの道具黒はちょっと取らない方がいいような気が取ってるしな。全然取っちゃってるしね。リンゴ、あのロンゴ。あのロンゴって言ったな。リンゴです。いいんじゃないでしょうか。ティッシュ。シコティッシュ。ちょっと待ってくれ。ティッシュは下がりすぎじゃないか。まあ、そもそも空にティッシュが浮いてること自体が意味がわからない状況ではあるんだけども、あんまり長押しはできないっていうことね。そういうことね。わかります、わかります。いける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 。もう俺は掴んだ。このホップステップジャンプ。わかってきている。樽が飛んでいる。樽が飛ぶ世界とは何なのか。あ、樽はあんまり長く乗ってるとビョンビョン落ちていくってことか。いけ。ホップ。小刻みに飛んでいく。あまり長ジャンプをする必要ない。みかんの箱が来た。だがくそ、でも上は見せたよ。これ以上はこの時間帯に、これ以上は難しい。難しいな。上が目指せそうな感じがするけど、上は目指せそうな感じするけど、いやーどうかな。これがベストスコアな気もする。結構幸運にも恵まれてここまで来てるからね。やり込み要素はあるな。やってもいいけど、いや、これぐらいにしとこうか。今日のところはここまで。1位を目指せない不甲斐ない俺を許してくれ。不甲斐ないアザラシを許してくれ。今日のところはここまでです。また明日、なんかまた別の動画をあげようと思います。今日はとりあえずこんなところで、皆さんしっかり眠りましょう。しっかり良い睡眠をとってください。それでは、この辺で。ほんなまた。後ろ長いと良くないんで、ほんとは。もう後ろもバシッと切った方がいいぐらいなんで。はぁ。おやすみなさい。